はい、皆さんこんにちは。今日も言霊をやっていきたいと思います。はい、ということで今日は進行リンクエストテンバティとスコールの降臨上級をやっていきたいなと思います。はい、でこちらの編成でやっていきたいと思うんですけど、進行リンクエスト第2弾なんですが、この降臨クエストもなかなか強い。で満腹リーダーいろいろ試してみたんですが、この恨み僕満腹にできてないんですけど、まあ、満腹にできるリーダーということで、この恨みで今日はやっていこうかなと思います。はい、でこのステージ何が大変かっていうと、まずはシールドブロックで、このシールドブロックが3個出てくるんですよ。で最低でも2個を壊さないとダメージを与えることができない。さらにそのシールドブロックを壊しつつ、敵にはリーダー含め3体、雑魚敵2体、リーダー1体がいるんですけど、その雑魚敵が書いてあるんですけど、強くて厄介で2ターン生き残らせてしまうと、すごい強い全体攻撃、7000ちょい食らうかなの攻撃をしてくる。なので2ターン以内に最低でも1体倒さないと基本負けてしまう。でもそれだけじゃなくて、リーダーにもダメージを与えていかなきゃいけないから、全体攻撃を多めに編成しているっていうのと、恨みのリーダースキル火力100アップなので、これでできるだけ早くブロックを壊して真ん中のリーダーにダメージを与えつつも雑魚敵を倒していくっていうやり方でやっていきたいなと思います。はい、ということでクエスト開始やっていきましょう。本当今回の新降臨クエストたち強いよね。まあ強い方が楽しいんだけど、ただ満腹作るのが大変っていう嫌さはある。そうで、こういった感じで敵は3体います。で、3つのシールドブロック置かれるから、これを早めに壊さなきゃいけないんだけど、なんとまあシールドブレイカーが一体も来ていないという、そういうこともあると。とりあえず無難に運とかここに置いとくか、もったいないけどこのタイミング出すの。おでこれでまあここにウを置いておいて、あーどうしようかな、とりあえず適当にここら辺に置いておいて、あサカー、まあヨウサもあるしウカンもあるからあれなんだけど、オにしとこうかな、あんま意味ないかもだけど、これでどのぐらい壊せるか。ヨウオウウオウオウ、あウオないか、オウかオウカンウカン、オッケー、とりあえず1個壊せたので、まあ、とりあえずオッケーで、次ターンしっかりシールドブレイクしつつ、ちょっと最初の引きが悪かった。でもこういう引きになっちゃうから、もうちょっと減らした方がいいのかな、シールドブレイカー増やして、シールドブレイカーじゃないの減らした方がいいのかもしれないけど、まあ、でもこれで勝てるのでいいと思う。もしかしてちょっと増やした方がいいかもしれないけど、シールドブレイカーで次のターンしっかりこれ壊していかないとやられてしまうので、写真とかつけてしっかり回復しつつ、振動があるよね。なんでただ振動で足りるのかな、ちょっとギリ足りない気もしてきたな、どうしよう。いや多分足りると思うので、これでいこうで、振あーなるほどね、これはまあここに運を置いておいて、これでいけるかな、いけると思う、さあ行ってこい。差し写真、あ振動不振、あぶねー、写真がなかったからヒヤッとしたけど、奇跡の神脳神。神脳神に助けられた。オッケー、これで壊せたから、まあ、しっかりダメージも入っていく。で火力100アップしてるから、まあ一発でもちゃんと超勝ちの全体とか入れば簡単に敵に雑魚2体を倒せるからっていうのをちゃんとできれば問題なし。今のターンはちょっとギリギリだった、神脳神分かってなかったから運が良かったけどっていう流れだね。さあどうしようかな、まあ、ここは士官、うん、完成とかかな。あってが、あっていうのが使いにくいよね。本当に。あが厄介。で、回復しなきゃいけないんだけど、まだいっか。ギリ耐えるし。セイアン、イアンがあるから、うん、これでいこう。さあ、これでどんぐらい壊せるか。できれば一旦で壊しきりたいんだけど、ちょっと無理かな。うん。イアン、アンで足りないよね。オッケーオッケー、足りないと。まあ、ただ、セブン神獣が超勝ちだから、防御力上げてくれる。で、そういう意味でもこのセブンシンジ結構あの有効活用できるかなと思う。さあダメージは一切与えられていないけど、まあ OKOKOK で次ターンしっかり回復しつつこれを壊していきたいところ。生産が見えてるけど、ここで生産作っちゃうと攻撃がどうなんだろうって感じがちょっとするんだよな。なんでちょっとここに運を置いとこう。あなるほどね、セイオウ王神回復しない、射精、そっか、超勝ちじゃない回復すればいいか。これでいこう。で、聖王を死んで、OK、これでまあ、あの、もしオーロラが雑魚敵外しまくったら、ちょっとあれだけど、まあ、多分大丈夫でしょう。回復しなかったけど、そんなにちゃんと。多分、オーロラがなんとかしてくれる。
で、雑魚敵倒せば、蘇生入るからダメージ食らわないんで、ちゃんと倒してくれよ。あー、オッケーオッケーオッケー、オーバーキルオーバーキル完璧。ちょっと怖いけどね、これにかけるの。まあ、大体倒してくれる。2、3発当たれば倒れるしね。オッケー、あとちょっとかな、半分切ったね、4分の3ぐらい削ったから、あと少し。どうしようかな、コーヒーか効能で、コーヒー運があればコーヒーの方が多分多いんだけど、コーヒーでいくかで、あー、これも難しいな、まあ、とりあえず脳をこの辺に捨てておいて、あ、Cナイスだね、Cシシコウ、あ、で、ナイス、 OK、 これで、まあ、壊れはしないと思うけど、あ、思考コーヒーで、思考品もあるもんね、そうだね、思考品ちょっと考えてなかったけど、ナイス、これで一応2個壊したからダメージ入る。やっと1回で2つ壊せた。さあ、これで倒せるんだな、火力100アップは。さあ、ダメージ与えていく。もう1発どうぞ。そしてノー。さあ、ただ1個残しだから、次ターンこれダメージ与えるのは簡単なんじゃないか。とりあえずツっていうめんどくさいワードになってるけど、まあ戦王を作って、あ、オン、戦王、いや戦王で、あ、通戦、通戦、説、打つ、説難しいな。とりあえず説、医学では説医とかあるけど、あ、まあ、うかな。とりあえずでも倒せんじゃないかな。あ、 OK、 壊せた壊せた。 OK、 あとはこのオーロラがやってくれるでしょう。てか、まあ、恨みも全体攻撃ですね、勝てるんじゃないかな。 OK、 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 あ、真ん中全然入んない、逆に倒せないかも。ちょっと足りない、頼む、あ、足りない、くそ、また3つになっちゃった。シドルックがくそ、今のところに倒しきりたかったけど、まあ仕方ない、しっかりここでやっていこう。で、ここはまあ巣の後にイを置いといた方が関西作れるんだけど、こっちの方がやりやすい気がする。なんで殺意にして、で、勘、どうしようかな、勘の観音があるからので行きますか。これでどうだろう、2個壊せるかな、最低1個でも壊せれば。 OKOK、 1個壊せた。これ1個ぐらい壊れるよね、壊れてくれよ。お、全部壊れるんじゃない、はい、完璧、これは文句なしのクリアだね。さあ、行ってこい、ヒールしつつ HP マックスで、ノーダメクリアのごとく行ってこい、登りこいだっけ。 YesOK、 勝っていく、ナイス。はい、ということで今日は新降臨クエスト、テンバティとスコル降臨上級を攻略してみました。そうで、僕の場合満腹じゃないんだけど、まあ、満腹にできるリーダーっていう位置で、恨みリーダーでやってみたんですけど、セブン真珠リーダー、セブン真珠も実はちょっとまだ足りてないんだけど、セブン真珠リーダーとかでもいけなくはないかなって気がするんだけど、かなり大変、すごい長期戦になるし、なかなか安定して勝てる感じが僕はしなかったので、恨みが一番安定するかなと思います。で、シールドブロックが結構厄介なので、シールドガードを持ったキャラクターを多めに編成するといいんですけど、僕の場合シールドブレイクの能力を持ってないキャラクター4体編成しているので、その4体を全員引いてきちゃうとか、たまに事故っちゃうこともあるんだけど、まあ基本は事故らないので多分大丈夫だと思うので、仮に4体全部引いてきちゃったとしても、まあ1体使えば絶対次シールドブレイクが来るから、4体ぐらいまでなら大丈夫かなと思います。はい、ということでこの編成結構安定してこのステージ勝てると思うので、よかったら参考にしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。よかったら次回も見てください。バイバーイ。